生命チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、平野達也です。こんにちは、大塚雅彦です。今日はですね、7月に入ったということで、セルビアのコロナの最新情報をお届けしたいと思います。で、ちょっといろいろ情報が新しく変わったんですけど、まず最初にですね、ちょっと別のことで、今日本で行われている、ゆるキャラグランプリというものが、始まりました。でもう今日本中ね、自治体中でいろんなゆるキャラがありますもんね。そうですね。で、僕らは去年日本でオリンピックのホストタウンの取材をしたと思うんですけど、その新潟県柏崎市と、あとそうですね、はい、その T シャツポロシャツポロシャツですで、それと埼玉県の富士見市のゆるキャラが、エントリーしてるんですね。で、今新潟県柏崎市のエチゴンは、暫定順位10位。お、すごいじゃないですかということで、動画の概要欄にリンク貼っときますんで、皆さんも新潟県柏崎市のエチゴン、もしくは、埼玉県富士見市のふわっぴーのどちらかに投票していただければと思います。1日1回投票ができて、で、9月の25日まで投票できますんで、皆さんでぜひ盛り上げていきましょう。お願いします。はい、ということで、話変わってまたコロナの話なんですけど、はい、今大塚さん、セルビアのコロナの状況ってどうなんですか？はい、残念ながらですね、この10日ほど、6月の後半ですね、あまり状況が実は良くなくなってしまっています。なんかそんな話を聞きますよね。はい、まず5月7日に、日本に先立ってこちらでも非常事態が解除になって、で、その後1ヶ月ほどは落ち着いて、毎日の新規感染者も2桁で抑えられていました。ですから段階的に日常生活がこう普通に戻ってきてるなっていう印象が強かったんですね。そうですね、はい。で、6月の10日にはサッカーの大きな試合、パルチザンベオグラードとレッドスターベオグラードの大変な人気のカードの試合が観客無制限で行われるとか、はい、浅野選手が、パルティザンの浅野選手が頑張ってましたね。頑張ってましたね。それから6月22日には こちらの国会と、それから地方選、両方の総選挙が普通に行われる。そういった形ですごくその普段の生活がもう戻ってるなっていう感じがあったんですね。そうです、僕もなんかそんな感じですね。はい、で、実際マスクをしてる人もちょっと少なくなったりしてたわけですけれども、6月の20日過ぎぐらいから毎日の新規感染者がちょっと増えてしまっていまして、この1週間ほどは2桁だったのがまた3桁100人超えになってしまい、特に6月27日からこの4日間は200人を超える状態になっています。あ、そうなんですか。はい、そんないっぱいいるんですか。はい、ですから一昨日の数字だけで見ると、これは世界保健機関 WHO の発表ですけれども、あれだけ騒がれていたイタリアとかスペインよりも毎日の新規感染者が多くなってしまっているんですね。あまり褒められない状況がちょっと続いています。だからこう街中、今日ここに来る前も街中で結構マスクしてる方いましたもんね。そうですね、いつもなんか、大体 10% から 15% ベオグラードの場合はマスクしてる人がいたんですけど、はい、今もっと増えて、ついこの前ノビサド行った時はほぼ誰もマスクしてなかったですからね。はい、で、実はベオグラードでも昨日からはレストランとかスーパーマーケットとかそういう閉鎖空間ではマスクをしないといけないというですね、そういう規定がまた始まりました。なるほど。カフェの場合はどうなんですか？カフェもやはり外のテラス席はいいんですけれども、建物の中の席を取る場合にはマスクをして入らないといけないということになりました。マスクして入って、で、コーヒーとか飲むときは外して。そうですね。はい。今、ベオグラードと、それからいくつかの町が、ちょっと患者が増えてしまっているので、地方自治体ごとに、緊急事態とか、緊急事態ということは、要するに、営業時間の制限とか、集会の人数制限とかですね、そういった方策を取るようになっています。なるほど。今後もしかするとベオグラードでもレストランやショッピングセンターの営業時間が制限されたり、
あるいは業種によってその営業をまた停止しなければいけないというようなことが出てくる恐れが今のところ出ているという感じです、うん、これでまあそのコロナの感染者が増えたっていうのと、あとまあ選挙がこの前あったんです、はい、選挙が終わったからっていうことなんですかね。まあ、その政治がどのくらい影響しているかは分かりませんけれども、ただ与党側で出馬して、まあ、今回も当選した防衛大臣とそれから国会議長も実際にそのコロナで陽性が出てしまうというですね、ちょっと良くない成り行きになっています、うん、それから、まあ、これは直接セルビア国内のニュースとは言えないんですけれども、皆さんもご存知かもしれませんが、アドリアツアーというですね、テニスの自分自身のイニシアチブでやっていた世界ランキング1位のセルビア出身、ノバク・ジョコビッチ選手がテニスのもう、はい、王者、はい、参加選手とかも感染者を出してしまったりして、自分自身も6月23日に、コロナの陽性ということが分かってしまいまして、うん、ちょっと今いろいろと大変な状態なようです。なんかまあこうなんですかね、そのコロナで落ち込んだ雰囲気をまあ盛り上げようとして、まあ、彼はやったと思うんですけど、そうですね、それでまあ盛り上がったんですけど、実際まあそのコロナのテストを受けてなかったんで、まあ、感染者がその中に含まれてて、はい、彼もあと奥さんですか、そうですね、感染してしまった、それからコーチのイバニシュニッチさんもね、感染してしまったというニュースが流れています。で今セルビアの地元の専門家は、これから1週間ぐらいがこのピークになるんではないかと、まあ、その第2波というよりもその第1波がまだ残っていて、その第2のピークがこの1週間ぐらいで来るんではないかというふうに専門家は発表しています。なるほど。だからこう大きなイベントだと何ですかね、8月、まあ、普段7月にやってるんですけど、ノビサドで行われる、まあ、EXIT というまあ音楽フェスがあるんですけど、それもなんか8月にずれ込んで開催を決定したっていう、そうですね、話もあるんで、はい、まあ、多分そこら辺もまだあやふやなんですよね。ちょっと先行きがまた見えなくなってしまったことは確かですね、うん、そうですね、もしかしたら中止になるかもしれないですし、はいはい、国際交通の方はだいぶその4月5月に比べると通常化に向かっていて、EU それからアラブ諸国に向けて今日もベオグラド空港からは30便が各地に飛んでいます。まだその普段の状態からはほど遠いですけれども、でもそれだけその国際交通のやり取りは行き来はその普通に戻りつつあったんですけれども、またちょっとこの後の成り行きによってはちょっと予断を許さない感じになってしまいました。そうですね、一応その僕がよく使っているアラブ系列、はい、まあ、ドバイ経由 のエミレーツなんかは日本ドバイ経由 の運行を、まあ、7月の第2週に再開するっていうニュースをこの前見たんですけど、はい、そこからセルビアっていうのはまだ出てないですからね。ですね、ちょっとまだですから、また予断を許さない状況になってしまったという感じが少し残念ながら強く出ています、うん、まあ、一番いいのは大使館に聞くことだと思うんですけど、まあ、僕らの動画でも、まあ、随時こう最新情報をお届けしようかなと考えてるんで、そうですね、はい、あと大学入試の季節なんですけれども、大学によってはその入試を、まあ、今回7月にやって、またその9月とかに再募集をかけるとかですね、結構その緩和措置とか特別措置を考えているところもあるというふうに聞いています。この前ベオグラード大学の学生に聞いたら、まあ、その今テスト期間なんで、はい、このテストを受けるときにまあ全員マスク着用で、大学に入るときにこう、まあ、係の人にこうアルコールをペッとこうあれして手消毒して、はいはい、まあ、そんな感じでテストを受けると。体温測定とかもやってるんですかね。体温測定はやってなかったですね。あ、やってなかったですか。で、なんですかね、こう夏なんで今もう今日も34度ですか、はい、今だから僕ら T シャツ着てるんですけどものすごい暑い中、まあ、マスクするっていうのはかなりきついですね。特に大学なんかクーラーないですからね。そうですよね。市民はちょっと二極化してますよね。そうですね。なんかこうコロナが心配な人、それともうコロナなんか関係ないよ、僕らの自由を守るのが一番だっていう、まあ、その自由に活動してる人と、
まあ、その辺も配慮してその国全体での緊急措置みたいなことはあまりやらないというような、うん、動きになっていますね。そうですね、はい、ただ昨日からベオグラド市はマスクがそのお店とかでは義務になりましたから、うん、まあ、ちょっとマスクをこれからする人がまた増えてくると思います。うん、ベオグラード その交通機関ってのはどうなんですか、はい、バスとか。あのバスに関しては今までもそのマスクを着用して隣の席にはあの直接座らないというような措置がありましたけれども、それが今後とも続行されて、あ、なるほど、はい、あのマスクをしないで乗ろうとするともう乗れないというようなですね、かなり厳しい、うん、きちんと、ま、あのルールを守ろうというような動きが復活しているようです。まあ、でもバスは普通に動いてる。そうですね、あの普段通りというかどうかちょっと分かりませんけれども、あのそこそこはあの市内交通は機能しています。うん、まあ、そうですね、あのその時間通りバスはセルビア来ないんであのホースが減ったかどうかも分かんないですが、ね、そうですね。え、まあ、という感じで、まあ、今回はコロナの、まあ、7月の情報をお届けしました。はい、日本の方皆さんもまだなかなかその完全には収束という方には向かわないようで、セルビアと似たような状況が続いていると思いますけれども、あの皆さんも健康にぜひご注意ください。僕らも移動中はマスクしてるんで、まあ、あの本当にこうセルビアにこの夏旅行を考えている方は、まあ、ちょっと難しいと思いますけど、まあ、できないこともないっていうのは正確な感じですね。そうですね。ただ、まあ、本当にあの念には念を入れて、で、まあ、僕らの、その Facebook の、グループとあとはページって2つあるんですけど、あとまあ Instagram の、リンクも概要欄に貼ってありますので、もし何かあった場合は、僕らのそのまあグループもしくはあのインスタグラムからあのメッセージいただければあの何でも対応しますので、あのぜひあのご連絡ください。ということで、じゃあまたねー。